はい、かつですえ。今回なんですけど、あの加藤純一さんという配信者皆さんご存知ですか僕はあんまり、あのー、見ないし、あの動画でも取り上げてはいないんですけど、今回、あのまあ、横山みどりさんのファンなんで、横山みどりさんの,あの弟,弟分ということで、今回、あの加藤純一さんが助かるための方法っていうのを、この事件が起きてからずっと今まで考えてた,だだて考えてたんですけど、その結果をお知らせしたいと思います。 えっとね、まずですけど、あの、最初にボツになった案を先に話すと、えっ、ー、と、これはボツなんでボツになったかっていうと、あの全然助かってないっていう理由でボツにしました。で、それは何かっていうと、あの,あのね、加藤純一さんが、あの、裸踊りしながら、浮気バレちゃったってい,う、ね、いつものの、でかい声でね、喋りながら、YouTube で裸踊りして、あの、バーンされて伝説になるっていう案も考えたんですが、それは本人が全然助かってないので、ちょっとボツにしたし、ちょっと面白くないんですよね。うん。 <laughs> なんで、これはちょっと僕の中でも動画としてもちょっとボツにしたんですけど、今回ね、真面目にすごい考えたんですよ。で、結構ね、納得いく結果が出まして、これ、もしね、実行していただけたらぜひ、名前出してね、僕のこと宣伝してもらいたいんですけど、えっとね、それは何かっていうと、話しますね。はい。えっとね、本郷愛の、あの、ブルーレイのね、ディスクを、なんか、あの、買えるだけ買って、 でそれであのなんか容疑公演かどっかであのドミノ倒しのギネス記録に挑戦してギネスを達成し,したら4000個とか5000個ぐらいとかブルーレイディスクとか DVD のドミノ倒しの世界記録を何枚必要なのか分かんないけどでその残りの DVD のとかブルーレイ余るじゃないですかそのドミノ倒しした後でそのデスクをあのなんか自動養護施設とかに寄付するとか してなんかこうそれでこう伝説になるという案なんですけど、これ、どうですかね。もし、なんかその児童養護施設がそのリブルでいらないよってなったら、それを全部ブックオフで1円とかで売って、4、5四五千円になって、5円の五千円ばかにすんなよって言いながら、5の五千円の飯食う動画とか出し,出しながらこう寄付したりとか、そういうこともできると思うし。 なんせね、今ってすごいコンプライアンスがめちゃくちゃうるさくて、そのもし裸踊りを実行した場合にね、その A 版されちゃうともうアカウント何個作ってもダメになっちゃって、で、現状ね、その配信プラットフォームはいっぱいあるんだけど、動画のプラットフォームって本当に YouTube 一強だと思ってるんですよ、僕は。やっぱそのニコニコ動画とか FC2 とかってこう用途が決まってる気がするんでね。うん。まあだから、裸踊り案は単純につまらないし、 あのね、よくないと思ったんですけどでもねあのなんか裁判とか言いながらなんか、ね、おどおど話すんだったらほんと裸踊りの方がマシだと思うんですけど僕的にこの,あのドミノ倒し団は結構ほんと明暗だと思ってていや本当やってくれないかなっていう本郷愛さんの,その売り上げを1位にしながらそのドミノ倒しでギネス取ってでギネスの人とこう喜び合いながらね本当。 素晴らしいいじゃないですか正直24時間テレビよりも感動できると思うし FNS「オールスター感謝祭」よりもあのあの中身がある企画だと思うんですよね。はい、だから是、ね、非実行してい,けたらない,いただけたらなって思うしそのやっぱその僕みたいなその無名底辺配信者はあの横山みどりさんの,あの企画案を勝手に考えたりとか。 あとなんか、で、発表したりとか、あとなんか、加藤純一さんを救ったりとかする案を考えたりとか、そうやってなんか、本人がためになること、本人たちにためになることをやって、名前を取り上げてもらってなんぼなんで,で、今回は2週間以上の時間を使って考えた、その、本5愛のブルーデイディスクでドミノダウン世界記録に挑戦するっていうあの案をあの提出させていただきました。ぜひね、名前出してね、宣伝してください。